全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は、BBKSK さんのキャンプサイトにお邪魔しています。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。早速なんですけれども、はい、まずキャンプ歴はどれぐらいあられるんですか？キャンプ歴5年です。5年？はい、5年です。5年でこれだけ揃えられたんですね。はい、お金かかりました基本この、ファミリーで来られてるという感じ、ね、ファミリーだったり友達とグルキャンだったり。あ、グループキャンプをしたり、うん、たまにソロやったり。今まで行ったキャンプ場で3つ選んでくれって言われるとどこになりますか？まあ、よく行くのがここ道志の森。道志はよく来られると？道志はよく来る、うん、初夏から大体秋ぐらいまで。 あとまあやっぱ夏場は湖畔とか水場があるとこ、まあ港湾だったりとか西湖とか、はい、 あの辺遊び行ったりとか。なるほど。であと毎年冬は、ふもとっぱら。ふもとっぱら、うん、富士山目の前にして年越し。毎年富士山見ながら年越されてるわけですね。年越しして、うん、はい、じゃあ早速、はい、キャンプ道具ベスト10ということで、はい、まず第10位から発表お願いします。はい、いつも使ってるこれ、外のダッチオーブン。これはなんかどういったところが気に入ってるとこあるんですか？とりあえず手間がかかんない。普通の鉄のやつに比べて、はい、洗剤も使えるし、この外のステンレスダッチオーブンで、うん、作ってきた料理をなんかいくつか教えてもらいたいです。何がおすすめですか？カレーと、例えば燻製スモークチーズ作ったりとか、あと丸鶏やったりとか、もう何でもできるかな。揚げ物も最近よくやります。フライとか。あ、うん、いいですね。第9位発表お願いします。第9位グランマーのコッパーケットとかね。おお、うん、ミニの方。ミニ、うん、4リッターぐらい入るのかな、忘れちゃったな。うん、じゃこれがもっと大きなサイズがある？もうある。うん、これぐらい、うちはこれぐらいで、カップラーメンが一度に全部で家族分作れる。ああ、じゃあ5、6個作れる。そうそうそう、一気につける。うん、これは、うん、今色が、まあ、だいぶ真っ黒だと思うんですけど、もともと何色なんだよ？銅の、銅ピカピカになってる。すごい綺麗なんだけど、もう焚き火に当ててこんだけ真っ黒になっちゃって。そう、取ってまで真っ黒。取ってまで真っ黒、うん、いいですね。味が出てきて。なるほど。じゃあ第10位がコッパーケットということですね。はい、引き続き第8位の発表をお願いします。はい、次これスケートデッキテープです。お、これ、うん、オリジナル。もう汚ねえけど、うん、そう、ずっと使ってるかな、これ。これは どこのメーカーなんですか？自分で作ったやつ。あ、作ったんだ。作ったやつ。おお、ほうほうほう。普通のスケートデッキ、はい、スケボーのデッキを、はい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 、中古のテーブルの足を外してただつけただけで。なるほど。そうそうそう、こうやって薄く折りたためるし、車の横とかに買っていいですね。サイドテーブルとかにも使える。なんかソロだとこれで十分ですね。あ、もうこれで十分十分、うん、何かと使える。大体毎回持ってく。おお、これは非常におしゃれですね。これすごい使い勝手よくて、毎回持ってきて。これ作るのちなみにどれぐらいかかりました？もう多分10分20分あればできる。あ、そうなんですね。ただビス打つだけだから、ここにあ、そうかそうか、これね、うん、打つだけだから全然。そういうことですね。誰でもできる。プラスドライバー1個でできるから。次じゃあ第7位お願いします。はい、第7位、はい、LED ランタン、ルーメナー2とボールゼロ、うん、おお、はい、これはすごい光量があります。ほう、うん、電池も持つし、ちっちゃくて、もうこのタープ下1個あれば、これ1個あれば、はい、全然かなり明るいですね。かなり明るい。昼間でここまで分かるってことは相当ですね、うん、明るい。すごい明るくて、すごく重宝してます、うん、こいつボールゼロもこの小ささと軽さがもう良くて、はい、まあ、これも、うん、全然明るく、うんうんうん、ソロでなんかフラッと海に行くときとかも全然使えて。で、こちらが4つあるんですね。あ、で、まあ、要所要所の場所を置いて、テントの中入れたり、テントの中入れても、うん、安全だし、一晩中なんか常夜灯としてもつけれるかな。引き続き、第6位の発表お願いします。次、ダルトンのこのボックス。あ、これですか？これとあともう一個あるけど。あ、この1、2、3、4、これ全部4つ。4、うん、ダルトンなんだけど、アルミコンテナだかなんだか。アウトドアメーカー。ダルトンっていう雑貨屋さん？うん、そこが出してるアルミコンテナ、はい、でこっち蓋付きのやつで、でこれ蓋は自分でもう汚くなっちゃったけど、つけて。あ、こちらはもともと蓋がなかったタイプなんですね。蓋がなかったやつを、そう、自分でつけて、とりあえず焚き火周りとか、はい、あと鍋とかそういうこの辺のもの全部ここにしまって、はい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 、うん、でそのまま来て、でテーブルとして使って。これは作ったんですか？これ自分で、はい、板あれして、あ、鉄の棒を曲げて、はい、なんかシェラカップとかこうやって鍵とか、かけられるように、うん、鍵とかつけれるように。で、こっちが大きなサイズで、大きなサイズ でこっちがいわゆるこう小さなサイズの、そうそうそう、まあ、食材を入れたり、食材入れたりとか、そう、細かいもの入れたりとかしてます。うん、こういうのと元からついてる？これ元々、うん、これ全部元々で、まあ、で、それを連結してこれを自分で
木の板とあれで作って。連結してるんですか。そう、連結して。あ、ということはこれは ここで連結してるってことですか。そう、そこで連結して自分で。じゃ自分で穴開けて、うん、穴開けて、そう、じゃキャンプに来るたびにこれを組み立ててるんですか。そうそうそう、ちっちゃくなるしすぐできるから。このテーブルもじゃ自作ですか。そう、これも自分で作って。すごいですね、めちゃくちゃ頼りになるお父さんです、うん、そうそう、はい、第5位の発表お願いします。はい、第5位、これ焚き火台です。あ、こちらこれ、うん、おこれもうだいぶ、うん、あの仕上げちゃってるけど、はい、友達が作ってくれた焚き火台で。あ、これも自作なんですね。うん、友達が作ってくれました。もうここのポイントがこの五徳じゃないけど、これがあることによって。あ、これを溶接されてるんですね。そう、溶接して作ってもらって缶詰とかも置けるから。あ、でこれあれですか、これ抜けるって感じですね。抜けて、そうですね、持ち運びの時はまあ、はい、この円だけになる、うん、円だけで大きいから調理もしやすいし。これじゃあその知り合いの方が、うん、まあ、こういう溶接とかしてる人も。そう、うん、メインじゃないけど、はい、そう、何でもできる友達が、ものづくりの溶接がいるんですよ。すごいですね、作ってもらった。なるほど、はい、引き続き、はい、第4位の発表お願いします。はい、4位、ヘリノックスのチェアとコット。ちなみにヘリノックスに座ってる人、はい、大輝も、はい、大輝、はい、あ、ヘリノックスが、え、はい、あ、一番ちっこいのもヘリノックス。ヘリノックスミニ。お、そんなのあるんですね、うん、ミニ。お子さん用の、子供用の、うん、お二人が座ってるのは足が違うんですけど、あれはこれプラスでロッキングフットって言って、オプションのパーツをつけてます。そうすることによって、はいはいはい、転がんないし、 あと風とかも飛んできにくくなる。 あと砂浜とかやっぱよく海行くんで、はい、これだとすぐ埋まっちゃうんですよ。沈み込まないようになるわけですね。 そう、沈み込まない、うん、その効果もあって、あとゆらゆらしながら子供寝かしつけたりとか。え、ゆらゆらするの気持ちいいですか。ゆらゆら。なるほど、こうやってなるんですね。こんな感じで、うん、あ、まあ、下がもっと綺麗なところだったら結構いい感じになりそうですね。そうそうそう、うん、で、コストなんですけど、はい、これもなんかこう横とか、こう最初からですか、これ。これもともとのタクティカル、タクティカルコット。タクティカルコット、うん、あと多分これが多分ついてる。はいはい、これでじゃあ寝たりもするんですか。寝たりします、はい、僕よく寝てました。あ、ソロの時とか。ソロの時とか、タープの下で寝たりとか、うん、シェルターの中で寝たり、あとお昼寝したりとか。うん、今足を高くしてるんですか。あ、高くしてます、これ。要するに、はい、本来はこれが、本来はそう、ここですよね、ここの部分、うん、あ、これがないけど、うん、つけると高さが出るとか、ね、高さが出るんで、うん、ちょっと低いとなんか寝心地もあんまあれだから、うんうん、高くしてます。うん、なるほど。じゃあまあ第4位がヘリノックスのチェアとコットと、はいはい、チェアとコットということですね、はい、ありがとうございます、はい、それでは残すところあと3つになりました。第3位よろしくお願いします、はい、第3位、ヒルバーグのケロンとスパイカ。おー、はい、ヒルバーグ。こちらがヒルバーグのケロン、ケロン 4GT、はい、これは 4GT、はい、だからまあ4人用。4人用です。あ、はい、前室ありの、はあはあ、ちょっと中見ても、はい、いいですか、はい、見ても。で、前室も結構広いですね。前室も人が寝れるくらい、全然寝れるくらい。確かに、うん、ここっとあっても寝れます、ね、全然寝れます。はい、あ、じゃあいつもは前室にはまあ荷物を置いて、荷物置いて、はい、かなり広いですね。広いですね。え、はい、基本的にここで皆さん寝るんですか、全員。女子たちが嫁さんと あと女の子3人、はい、4人寝て、4人寝て、パパとボーイはもう一個あっちの方のテントで。ちなみにこれ寝袋は何を使われてますか。ナンガの寝袋。ここがね、オーロラライト。一番奥がオーロラライト。うん、夏用の寝袋持ってないから、はい、一応持ってきて、一応持ってきて足にパサッとかける程度で、うん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 、なるほど。下に引いてるのがサーマレスト、4枚引いてるから。あ、4枚、あ、うん、ここでですね、うん、あ、それぞれ1人1枚。そう、1人1枚。あ、うん、で、ナンガが3つ、うん、で、これはこれコールマンの、コールマンの、コールマンの寝袋、うん、お子さんが今パパが頑張ってますちなみに、はい、こちらのテントなんですけど、はい、これ設営はどうですか、はい、設営めちゃめちゃ簡単です。めちゃくちゃ簡単、うん、5分くらいでできるんじゃないかな。5分で、こちらがヒルバーグのスタイカ、はい、スタイカ、スタイカ。これ何名用なんですか。これ2人用です。2人用、はい。おお、これまた形が違くて、はい、違うやつ、非常にスタイリッシュですね。はい、うん、かっこいい。自立するテントなんで、ポール3本、ポール3本で六角形になってると。六角形で、うん、自立します、これ。はあ、はあ、はあ、で、この中なんですけれども、うん、こちらが、まあ、前室が少しあると、うん、ここが少し前室、後ろにも
同じくらいのスペース両サイドですね、うん、両サイドにあります。入り口も両サイド両サイド、うん、お父様の、うん、もうナンが、うん、あともう一個ナンがあって、あ、同じですよね、奥様と同じ、同じ、うん、これもなんかの裸毛みたいな、さらっとかけれるやつ、はい、うん、なるほど、インナーシュラフみたいな感じですか。あ、そうそう、そんな感じのやつ、うん、あ、それはまあ暑いんで、そう、うん、そうそうそう、まあ、そういう感じで、うん、ちょっと寒くなった時にあっちのやつを広げて使ってます。大体車案内であっちの側、そういうことですね、掛け布団みたいな感じで、掛け布団中みたいな感じで、夏は特に、そうそうそう、うん、僕もヒルバーグすごい好きな感じなんで、うん、いいっすよね、はい、入ってて嬉しいです、うん、残すとこはあと2つになりました。かなりワクワクするギアがたくさんあって見た目より興奮してます、はい、見た目より、はい、落ち着いてるように見えるけど、残り2つ、はい、第2位よろしくお願いします、はい、第2位でこのタープザ・スド・マクオ、何名様用ですか。結構大きいですね、うん、結構大きい、家族全然日差しから守ってくれるんで、これはどういう特徴があるんですか。これと遮光性、まあ、一番は遮光性、うん、太陽をしっかり守ってくれて、ね、うんうんうん、タープの下すごい涼しいです、はい、うん、あとは一応難燃性、うん、一応下で焚き火しても、まあ、一応火は守ってくれるじゃないけど、うんうん、穴開きませんよってなるけど、まあ、ちょっとそれは自己責任で、なるほど、うん、あ、そうですね、気をつけて使ってもらえば、あ、この辺もこうすごく綺麗に作られてますね、うん、本当にそうですね、はい、すごい作りはいいと思います、丁寧というか、はい、あと張り姿がやっぱかっこよくて、確かに、うん、もうすごいスタイリッシュですね、かっこよくて、うん、あ、でこれポールが 1,2,3,4 個で、そう、4本立ててます今回で、今って感じですね、下で、はい、まあ立て方によってちょっと変わるって感じですね、結構アレンジが効いて、うんうんうん、ストレッチが効くからやっぱり貼りやすく、うんうんうん、シワなく結構貼れると思う、綺麗なピン張りですね、そうですね、はい、BBKSK さんのキャンプ道具ベスト10の第1位発表お願いします。はい、第1位、愛車のトヨタのマスター S、あ、車なんですね、はい、車です、はい、あれめちゃくちゃ気になってます、はい、いいですか、じゃあ、はい、一緒に、ぜひ、これは、トヨタの、トヨタのマスターエース、マスターエース、はい、昭和60年の車で、あ、そうなんですね、はい、僕昭和60年生まれです、あ、じゃあ同い年、同い年なんですね、はい、今当然売られてないと思うんですけど、はい、じゃあ中古で手に入れて、あ、そうですね、はい、たまたまいいのがあるよって声かかって、もともと探した車なんですけど、はい、やっぱ弾数がなくて諦めた車が、そう、たまたまタイミングよく声かけてもらって、結構改造されたんですか。改造はほとんどしてないですね、ちょっと車高が落ちてるくらいで、うんうん、あと純正色、もともとの色がこれで、はい、まあ、塗り直してる、前のオーナーが塗り直して、あ、うん、そうなんですね、あとちょっとホイールとタイヤ変えて、お、た、うん、あのタイヤの白いのもかっこいいですね、ホワイトリボン、はい、中がワインレッドの、お、すごい、あ、これはもともとですか。そう、もともとで、はい、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。これがマスターエース、そうですね、サーフ、マスターエースサーフ、うーん、まあ、サーフって書いてることは、まあ、ちょっとやっぱアウトドア仕様というか、うん、なのかな、うん、昔のファミリーカー、要はミニバンのなんか先駆け的な、うん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 、おお、これすごいです。これは改造したんですか。そう、サードシート取って、はい、で、まあ、荷物が乗るように一段浮かして、あ、もう一列あったんですね。もう一列あったけど、うん、荷物乗らなくなっちゃうからもう取っ払っちゃって、あ、じゃあ、まあ、キャンプ行くためにはいっぱい荷物乗せるようにしてると、かなり広いですね、本当。そうですね、うん、背も高いんで、これはかなりレトロな、はい、車ですごくかっこいいですね、雰囲気最高ですね。雰囲気はいいよ、雰囲気だけかもしれないけど、いえいえ、ありがとうございます、はい、BBKSK さんのキャンプ道具ベスト10を紹介いただいたんですけれども、ちょっと僕他に気になっているものがいくつかあるんで、はい、まず、はい、イエティ、はい、すごく2つ持ちで、はい、これは何リットルですか。65っていうサイズ、イエティの6号、こっちが3号、はい、ちなみにこれ何を入れてきてるんですか。これ主に子供たちのジュースと、あと食材。おー、すごい、こんな感じで、あ、こっちにステッカー貼られてるんですね、うん、あ、そう、中にもステッカーで、はい、で、食べ物とか飲み物があって、飲み物で、こちらはどうですか。こっち側は3号は主にお酒、お酒、うん、お酒大好きなんで、お酒入れてます。お二方が飲まれる、はい、お酒を入れてるわけですね、はい、で、ここのロゴスの、そう、うん、使われてると、はい、あ、あっちのイエティは何ですか。 あっちバケツを、はい、蛇口取り付けて、はい、ジャグに、あ、これ改造されたんですか。はい、蛇口つけて、あ、ここを自分で作られたの。自分で、そう、自分でつけて水を入れて、水入れて、そう、ここから手洗いしたり、うん、物を洗ったりすると、うん、この箱、あ、これ、これ何ですか、はい、これ調味料ケースとして使ってるやつで、はい、プエブコってところのやつかな。これめっちゃかっこいいじゃないですか、うん、こんな感じで、おー、うん、
醤油入れたりとか、そう、こういう塩コショウ、そういうやつを入れて。これもいや、とても雰囲気あるなと思って。はいはい。で、横にあれがありますね。ポータブル電源。あ、そうですね。はい。これどこのですか？ジャクリー。ジャクリー。ジャクリーってとこのポータブル電源。やっぱりこうポータブル電源はあると便利ですか？そうですね。今日はあの2泊3日なんで、うん、まあこういう携帯とか、うん、ランタンの充電やったりとかで、全然持ってくれる。うん。ということで、キャンプ道具ベスト10、本日、いろいろとお聞かせいただき、皆さんどうもありがとうございます。はい、はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。